この動画では MR を利用して佐世保駅から M 会長までの行き方をご案内します。佐世保駅には JR と MR の2つの駅があります。 M 会長には MR を利用して M 会鹿町駅を目指します。佐世保駅から M 会鹿町駅までの乗車時間はおよそ1時間15分です。 MR は現金でご乗車ください。気ままにいろんな駅での観光をお楽しみいただける1日乗車券も駅事務所にて販売されています。乗車口は車両後方、ドアが開いたら整理券を取って乗車してください。次の停車駅は M 会鹿町です。次は M 会鹿町です。このアナウンスの後 MR は M 会鹿町駅に停まります。降車口は前方、車両が停まってから席をお立ちください。降車時に運賃を支払います。整理券の番号と車両前方運賃表示をご確認ください。お支払いは運転席横の運賃箱へ。整理券と現金を投入してから降車してください。 M 会鹿町駅に到着しました。 M 会長はどんなところ？詳しくは動画の概要欄からご確認ください。皆さんもぜひ鉄道を利用して海風の国佐世保を満喫してくださいね。